はい、皆様こんばんは、月の谷菊地と申します。私、月の谷会なんですが、河内音頭を、ファミリー光弘師匠に、ご指導いただいております。まだまだ未熟ですが一生懸命歌いますので、どうか踊り子さん、お聴きくださる皆さん、どうかよろしくお願いいたします。皆様へにちょいと出ました、私はお見かけどんおりの悪性で、おんほほんおいほい、歌は世につれよは歌につれん、奥に自慢の民謡は川人に音頭に見せられて、縁へつらい修行をも何のその習い覚えた一節音をい、一生懸命に勤めましょう。あんあんかあわち平野に春が休み、にじんが招くんよ生駒山、河内音頭や甲州音頭の遠林音頭、おいおい若い命がもだえるように生きながら太鼓のあの番がちさんがばきんえひじと喧嘩がにゃ強くとも、人情絡めば人情絡めば、あんがあああああが水放りんえ、会えばあの子に未練が残る残る、未練を振り捨てて河内男の情熱でんね、行くぞおいらんあの魂で、これ熊太郎、血相変えてどこへ行くんじゃ、どこへ行くとかん、わいはお嬢さん取り返しに行くんや。何を言うぞえ、これせがれ村長さんのお嬢さんは四五本おいおい、隣の村園へとおよめいりん、村長どうしの息子と娘へ、なんとお前へが思うお手もんを、高根の花じゃ熊太郎を、ほいや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 、おかん、村長の娘がなんとしたんが、大金持ちがなんとした四五本おいおい、が貧乏がそがために、嫁にすることできんのか、炭焼きするのがなぜ悪い、俺と村長の嬢さんは
離れられない深い中小屋のせがれでも四五本おいほいなんやこらせどっかいせ貧乏が悪いと言うのならん天下とったる秀吉は水飲み百所の恩を子じゃないかいやがゆの橋田園へ秀吉は上に苦しみ耐え抜いてその日暮らしを恩をしたという俺の生き方が見ておくれんへ命をかけたんある恋じゃんもの前への心はよわかるわしもお前の母じゃものそうはしてやりたんがい親心よんごほんほいほいしかしながらもこれせがれんへ村長さんは承知でも親戚一同を反対であんな汚い住小屋の貧乏なせがれんへと夫婦にさすならしい陰性機能を吠え切るとかんが切らぬとかんが世間の狭いしきたりじゃ世間の狭い陰へ変わっちおばしんだつもりでんへあきらんがめて今度生まれんえてくるときは家柄立派で金持ちなんが家の息子に生まれておくれそらよいとこさそらよいなさ永遠をお前へがほんまに嬢さんを好きなお方なら四五本おいほいなんやこらせどっかいせお前の嫁になるよりは上の学校も出てなさる末はお医者になられるようなそんなお方の奥様になられるのならんがこれせがれ涙を飲んでも諦めて送ってやるのが男じゃないかんがここの道理が分かったら諦めるのじゃんが熊太郎両手合わせて母親は胸に焼き金五寸釘な泣いて血を吐くほとどんおぎずあの言葉に熊太郎自分の辛さがそれ以上四五本おいほいあの辛さが身に
しみるんそれならきっぱり諦めて送ってやるのも男じゃないかんが胸に刻んで熊たんがろんをぐっと生つば飲み込んだ川地に男の心意気おかんわいは諦める諦めたらええんやろもう諦めたるわいゆか早いかくまたろう痛みに耐えかねて弟分の親頃と冷や酒煽って二人は水分神社の境内へ人がきかき分け押し分けてやご向こうへ曲がれ俺の腕の力の続く限りだんじり太鼓の暴れ打ちじゃいありがとうございました。